よし、じゃあ練習会行ってきます。メニュー1キロ5から8本ですね。僕ちょっと今日午後は、自分の練習結構ハードにやることになるんで、あんまり走れないかもしれないですね。一応ちょっと練習の流れだけ確認するような感じかもしれないです。引っ張りが必要だったら引っ張り入れるみたいな感じですね。行ってきます。赤羽駅到着したんですけど、あれハイテクハーフってどう行くんだったっけな。確かハイテクハーフも赤羽が最寄りだと聞いてて、どうやって行けばいいんだろうか。とりあえず赤羽、荒川の方、河川敷の方に出れるように向かいたいなと思います。よし、一応会場に着いた感じですね。部長どこいんだろう。多分ここが当日のマルオマラソンの会場になる感じかと思います。し、頑張っていこう。ちょっと気温がめっちゃ高くなってるんで、それが怖いですね。いけるかな。集中していこう。集中。4キロ。だから、向こうの方でゴールみたいな感じ。で、向こうでゴール？そう。あ、折り返してもいいけど、俺どうせこれ持って帰りたいからさ、拾って帰んなきゃいけないから。で、600？ そう、600行って戻ってきて、向こうまで行ってこっち戻ってきて8キロだった。で、1周8キロ。16キロで4キロ行ったら向こうの方でゴール。しゃあ。でもまあ、ランマックスチャンネルさんも3分10は半袖 T シャツを着てもやれるぐらいって言ってたから負けるわけにはいかんよ。しゃあ。この間のあのダンスマクラブを見て、南食さんが一人で3分8ぐらいでずっと準備をしてちょっとエグすぎた。あれをちょっと思い出して頑張ります。今日は見てちょっともうスピード上がってくる。あれ福岡の後とかでしょ。すごい後ろはパンパンでしたよ。しゃあ頑張ろう。いくよ。はい、いきます。はい、you
はい。合流できるところで合流します。金です。やばい、初めてだ。なんだこれ。おっ、でも50円。昭和50銭で、50銭ですね。50銭。でもあれ、金だと、金って当たりだよね多分。そうなの。